神の庭は再び静寂に包まれた。時の流れが約束された戦をやがて収束へと導く。神の子らは等しくあるべき場所へと帰るだろう。もはや神はいない。この世に残された人々は静寂の中ただ朽ちゆくのみ。ひと月は空から消え、雲と雨は恵みではなくなった。今魂は混脈で彼岸をさまよい続けている。人々は神の祝福を失い、二度と目覚めることはないだろう。ただ神のささやきだけが魂を現世に呼び戻すことができる。近き未来に会えんこと。ふう、ああ、死体を片付けるのは面倒だけど、魂は無事脈流に戻ったみたいだな。行こう。もう一度確認して家に帰ろう。森は面倒なやつばっかだな。ライネちゃん、剣の抜き方は忘れてない？
汝の意志を甲骨となさん。近き未来に会えんことを。はーい、お仕事完了。俺様、今すぐ村に戻ってぐっすり寝たいな。大きな音があっちから。はぐれ者だ。死体を取り逃してたみたいだな。気をつけろよ。俺様も手伝うぜ。これでも食らえ。狼の体から匂いは巨人の子孫の匂いだと。こんなところに現れるはずが。なんだこれは。やっぱり私、ライネ、あなたは特別な子よ。神から授かりし、唯一無二の贈り物を持っているの。どんな贈り物だ？この壊れた世界を、二人で生き抜くための贈り物よ。あの時のあなたでも、きっと今のような生活を楽しんでいたと思うわ。ここは、村の入り口の根脈の結び目。私たちはさっき確かに死んだはず。なぜ魂の海に送られないの？しかも井戸から帰ったわけでもない。もしかしてこれがアロスが言ってた贈り物か？この力があれば自分で根脈の結び目から帰ってこられるってことかな。へえ、大した贈り物じゃないか。ライネちゃん、もう一回試してみる？村の入り口にどうしてこんな危険な怪物が。イフ、早く村に戻って先生に知らせないと。覚えのない気配だ。しかも現実で身を隠してる。また聖火体か。それも一番厄介な。記憶水晶のかけらが、共鳴している。なるほど。まだあいつらのものになっていないようね。あいつら、何のこと？覚えてないの。あなたと同じ格好の奴には、近づかないことね。なぜなの？彼女に懐かしさを感じる。頭の中に声が響いて、でもよく聞き取れない。
直接魂結晶化魔法を使えるのか。それに、あの言葉はどういう意味だ。あ、考えてる暇はない。早く戻ろう。Thank you.
か。なぜこんなことに。あの炎の怪物の狙いは俺たちの村だったのか。先生、イフ、先生の居場所を感知できる？この辺りにアロスの匂いはないぜ。村の奥に行ってみよう。あそこには先生が施した守護結界がある。危なかったな。